バリバスソルトウォータースタッフ浅川と申します。今日は SIX シーバス B のお話をさせていただきます。バリバスのシーバス B の固有名詞といえばマックスパワーシーバス B、長きにわたってステルスグレーのラインを皆さんご愛用いただいていると思うんですが、当然僕もずっと使った B がその B でした。しかしこの SIX が発売されてから実は手放せなくなってます。マックスパワーシーバス P 当然シルキーで、すごい使用感にストレスないのは皆さんご存知だと思います。 SIX はさらに表面が、滑らかです。表面だけじゃないんですけども、使用感としては表面がとっても滑らかです。なのでガイドへの干渉もしくは、リトリーブの際の、シルキーなコンタクトタッチ、リーディングの際にもうすごく、センシティブな方が感じていただけるような、特徴があります。と、SIX って何でしょうって多分聞かれると思うんですけども、最初に SIX 加工というのが、投入されたのがこの、アマニ、キャスティング P SIX、 これマグロを狙うための、P として、当社スタッフの佐藤一郎さんが、開発に携わった商品なんですけども、そもそも SIX の MAXP を、作っていく際に表面加工だけではなく原子の状態から SI 加工、耐摩耗材を混入して作っている製品で、表面が落ちても中には耐摩耗材が含まれているのでさらに耐摩耗耐久性が上がっているというのが SI 加工です。それをシーバス PE クラスに導入したのがこのラインになります。号数的には 0.85 から 1.55 まで、標準的に一番使うところラインナップ網羅している P になります。色は、ね、白なんで、白のライン使う人によくある話は、白のラインって汚れるよねってありますが、耐摩耗材とその混入している耐摩耗材のおかげで、白のラインにしては汚れがつきにくい。これも一つのこのラインの特徴だと思います。あとバリバスの、MAXP で、昔からよく言われる有名な説が、キャストした時にノットができてしまう、縛られてしまう際にノット組み直すのめんどくさいな、ほどくもめんどくさいなっていう時にそーっと行くと、治ったって多分ヘビーユーザーさんなら誰しも感じてらっしゃると思うんですけれども、当然表面加工が表面がすごい滑らかなんでその、性能は持続してます。そんな感じで、SIX とにかく飛距離とスムーズさ、アドバンテージを取るための大人の PE として皆さんにお勧めしたい商品です。どうぞよろしくお願いします。